タブクソン劇銃はイラクで設計されたマークスマンライフルである。カディシア県タブクの工場においてザスタバアームズが売却した生産設備を利用して生産されておりザスタバ M70 突撃銃など同工場で生産されたすべての小銃は区別なくタブクと総称されていた。タブクソン劇銃に先立ってザスタバアームズでは M70 突撃銃の派生型として M76 素撃銃を開発している。M70 突撃銃シリーズはいずれも RPK 型と呼ばれる大型の機関部を備えていた。これは通常の AK 型機関部より重量が重むものの強度が高められている。AK シリーズにおける RPK 機関銃に相当する M72 機関銃は M70 を超重心化したものであり、 タブクソ撃銃の直接の原型となった。消炎器を含め24.5インチの重心を備える、ロシア製 RPK やユーゴスラビア製 M72 と異なり、イラク製タブクソ撃銃は21.4インチ程度の重心長で、これは M72 より若干短いもののアカムや M70 の16.25インチ重心に比べれば十分に長大である。 タブクソン劇銃は M72 と同様、銃口にロシア製銃器によく見られる 14X1mm 左ネジが切られており、ソ連製の消炎機や消音機など各種のマズルアタッチメントを装着することが可能である。タブクソン劇銃で武装しバグダッドを経らするイラク人警察官。タブクソン劇銃と M72 の相違は少ない。外見上明確な差はほとんどなく。 半自動専用の内部機構が最も大きな相違点である。この機構は銃の用途を制圧射撃などではなく精密射撃に制限すると共にフルオート射撃を廃することによって重心の寿命と精度を維持することにつながっている。外見上の最も大きな差は多部クソ撃銃に取り付けられた非常に軽量な重心であろう。M72 は 冷却効率を高めるべく重心の質量と表面積を大きくしており、結果として重心が比較的重くなっている。しかしタブク狙撃銃はフルオート射撃を排しているため、これを省略することが可能なのである。東側の狙撃銃では精密射撃用重重心を装備することは一般的ではなく、SVD 狙撃銃や PSL 狙撃銃にも同じ特徴を見ることができる。 その他にも細部の差によって M72 と区別することができる。例えばタブク狙撃銃には高角照準機の取り付け箇所があり、チークピースやスケルトンストック型重症を備えている。さらに M72 は標準的に2脚を備えているが、タブク狙撃銃にはそれはがない。2脚そのものは狙撃銃の付属品としても珍しくはないものの、 タブクソン撃銃では軽量化のために除かれたのである。タブクソン撃銃は精度を高め高額標準機を取り付けた M72 とみなすことができる。弾丸も標準的な M72 と同様のソ連製 M43 実砲を使用する。弾装は赤ムのものと互換性がある。ただし M43 実砲を使用するタブクソン撃銃の有効射程は600メートル程度とされて、 おり、西側の基準に照らし合わせると狙撃銃ではなく、マークスマンライフルとして扱われることになる。タブック狙撃銃は有効射程内であれば PSL や SVD と同程度に活用することが可能とされる。その一方で M43 実砲の弾道は、比較的低速かつ安定しているため、より高速な SVD や PSL の 7.62EX54 メートル MR 弾に、 比べると600メートル以上の距離での銃撃において殺傷能力が劣るとされる。ありがとうございます。